さあやっていきましょう。泥棒をやっつけろ。こちらのゲームはですね、ジャンルとしては脱出ゲームのジャンルに入るんですけれど、入ってくる泥棒を何とかしてやっつけようというゲームらしいです。入ってくる前に対処できないんですかね、鍵閉めたりとかとりあえず日本版のホームアローンみたいな感じなんだね。頑張って泥棒をやっつけていきたいと思います。スタートでよろしくお願いします。ステージ1、全部で 4×5 で22かな、22ステージあるのかな。じゃあ1ステージ目からやっていきましょう。よろしくお願いします。え、何これ、棒レンガかな。これをまさか上から落とすとか、さすがに未遂的なことしないよね。さすがに子供のやることだからそんなひどいことしないでしょう。スタート、準備ができたらスタート。鍵閉めとけば問題解決じゃね。とりあえずスタートします。はい、スタートでカチャリンチョして、あ、でもニット帽かぶってるからダメージが和らぐんじゃない。天から押しよう。やったじゃねえ。はい、警察に通報しな。あー、なるほどね。こんな感じで、まあ、侵入してくる泥棒ちゃんを懲らしめてやろうという、そういう感じなんですね。まあ、現実はこううまくはいかないだろうけれども、まあ、ゲームの中ですからね。バッグがあるよ。え、なにこれ、子供が入りそうなぐらいのデカさなんだけど。こんなジャンボリュックどこから手に入れたの。え、手に入れ、え、いやいや、モデルガンだよね、さすがに。え、なんか出てきた。スコープ。他にはアイテムない。これ合体させるってことなのかな。スコープしないで撃つとどうなるのか先に見てみようか。じゃあスタートで。で、入ってきて。本物じゃないよね。ペンペンペンって感じだよね。で、あ、わざわざ出るんだ。当たってない。エイム力がなさすぎる。エイリ力 B- だな。あー、捕まっちゃった。なるほど。スコープがあれば当たるってことか。じゃあもう一回やってみる？なんでこんなものがあるんだ。しかもなんかも、やっぱりさ、モデルガンだったね。こんなんで、退治できるの？とりあえずスタートしてみようか。最近のモデルガンは性能がいいからね。で、そっから、あ、素人だな。それ隠れて。あ、そこ狙うんだ。そこだったら、まあ、ピンポンレベルでも大ダメージだね、男は。いや、逆に怒りを買いそうなんだけど、ね、この後のストーリーが見たいよ。え、でもまた、あ、ハサミ？まさか耳をちょん切るとか、そんなサイコパスみたいなことしないよね。あ、アイテム渡せない。あ、部屋の移動が増えてるよ。右側に行けばいいのかな？ん？なんかタンスがロープで縛られている。お父さんがやったのかな？これを切ればいいの？中に？家宝か。何その大事そうにレンガをしまってるの。え、で、これ普通にやればいいのかな。あ、で、前と変わんないけど、こんなんでいいのか。さすがに、泥棒も学習してるんじゃない？スタートで、はい。で、カチャリンチョして。あ、ほらー！で、対策バッチリじゃん。カチャリンチョ。こっち見てるからだよ、お前。ちゃんと泥棒の方見とけよ。あの、ヘルメットかぶってても相当痛いと思うけどな。あ、捕まってしまった。これはひどい目に遭わされるな。ゲームオーバーコンプリートだって。何それ。そんなのがあるんだ。タップはできないと。じゃ、もう一回。じゃあ、ハサミで開けるのは合ってるよね。ここの中に隠れるとかなんじゃない？これで取るじゃん。で、ここの中に隠れる。隠れられない。あ、紐がゲットできた。ん？紐を渡せばいいのかな？これで首をするとか、そういうわけではない。レンガを渡せる。もう一回紐は？あ、そういうこと。振り子打法ってことね。上からダメなら横からやればいいじゃないみたいな。天才すぎるだろ、発想が。でもこれってさ、泥棒がヘルメットをかぶってることを知ってないとできない行動だよね。あ、事前に用意しとってことか。スタートで、はい。予言者かな。何これ、やらせなの。泥棒と打ち合わせしてるでしょ、君。で、わーお、ぴったし。なんでそこで立ち止まったんだろう、こいつは。やったぜ、クリアと。すごい、知恵がすごいね。俺が君ぐらいの年齢の時はそんなことは、ね、発想できなかったわ。で、何これ、地下下、床下死ぬの。で、触れない。ドアは開けられない。右側ダンボールがあるよ。え、やったぞ。これで、そのまま殴るってこと？窓は開けられるね。これ閉めたりもね。こっちの窓は開けられないんだ。カーテンを開け閉めするだけ。中には何も入ってない。これで割ればいいんじゃない？ここ。割れない。あ、ダンボールもゲットできた。ん？渡せない。壊せない。あー、そういうこと！床下収納なのに、これがないと開けられないって欠陥住宅じゃん。で、あー、そういうことか。ダンボールで蓋をして、で、落とせってことなんじゃない？いや、バレバレだよ、さすがに。さすがに、いい大人がこんな手に引っかかるわけないよね。スタートで。よろしくお願いします。で、まさかね、まさかね、うわ、スーって移動して落ちて。しかも、深すぎない？取るとき大変じゃん、収納して。そんなに収納欲しかったのかな？他に収納場所がないから、ここを深くして、なんとか面積を広げなきゃって感じで深く掘っていったのかな？なにこれ？ CD だよ。右側は？あ、なんかテレビ見てる。おー、渡せばいいのかな。あ、子供番組、あ、これもしかして、わかった、オチが。泥棒が入ってくるじゃん。そしたら、
銃撃戦のテレビやってて、で銃の音を聞いてギャーって言って逃げる。これ本家ホームアローンでもあったもんね。だからこれ DVD 渡しちゃいけなかったんじゃない。とりあえずスタートでやってみる。で、あ、カチャリン、ちょっと鍵ないのこのドア。それともこいつのピッキング術がすごいだけ。で右側来て、しめしめ子供一人だな、ギャオースってことか。あら、毎回毎回この部屋に入ってきて。でもこんなでっかいさテレビあるぐらいだから相当金持ちな家なんだろうね。じゃあ渡さないでやってみる。そしたらいいんじゃない。でおそらくホームラアローンと一緒で泥棒がその 銃の音をビビって逃げちゃうみたいなパターンになるんだよな。わ、やべえ、ホームアローンが見たくなってきた。入って、あ、そうそうそう、ダララで相当大音量で聞いてたんだろうね。やったぜ。なるほどね。でも普通に考えればね、そんなことはありえないんだけど、コメディだからこそありえるんだよね。次へ。結構サクサクいってるよ。10分くらいで終わっちゃうんじゃないこのゲーム。テレビがあった。あ、なに、レーション。レーションがあるじゃないか。レーションが。なんでレーションがあるの。あそこに塗りつけて。え、どういうこと。あ、それで窓から侵入してくるときに滑るってことなのかな。窓を開けて、スタートで。で、しめしめしめ。いつも使ってるローションでつるりんちょ。で、あ、ダメなの？そういうことか。テレビを戻すんだよ、これ。テレビを戻して滑って、で、頭ごっつんこして、で、知るんじゃない？ぬりぬりぬりと。ローションの使い方知ってるんだ、この年で。俺、ローションの使い方知ったの高校生ぐらいだよ。で、スタートで、すごいな、大人だね、君は。で、入ってくる。で、ツルリンショでしょ？で、角にぶつけてと。下手すら死ぬぜ。ニット帽がなかったら即死だよ、これ。やったぜ。なんかやられてもめげないんだね、この泥棒くんは。で、うわ、もうすでに長い棒を持っている。え、ちょっと壺とか落としそうで怖いんだけど。右側は？ん？キッチンがあるの。大きさがおかしくない？遠近法が仕事してないんだけど。フライパンゲットした。火がつけられた。あ、これ、フライパンに火つけて、で、これで、熱い鉄板で殴るとかなんじゃないの？とりあえず普通にスタートしてみようか。この棒でどうなるか。さすがに棒切れだけじゃ無理なんじゃない？いやー！うわ、片手で。さすが大人の力。二次成長を終えた体には勝てないよね。じゃあ、フライパンやってみる？フライパンだけだとどうだろう？渡して。渡せない？あー、でも棒と切ってきた。で、フライパン。これならいいんじゃない？棒なら掴まれちゃうけど、フライパンだったら防げないでしょ。さあやってみろ。いやー！うわ、片手で。すごいな、こいつ。何気に武術に長けてるのかな。じゃあおそらくこれ燃やせばいいと思うけど、これで全パターン見たくなっちゃうんだよね。熱して、おお、オッケーオッケー。で、熱いやつなら手に持ってもね、防げないからね、やけどして。その後ひどい目に遭いそうだけど、武器を奪われて逆にボコボコにされるんじゃない。いやー、いい構え。将来は剣道選手のね。あー、手やって、手袋していればこんなことにはならなかったのに。頭だけじゃなくて手も隠さなきゃいけないんだね。そうで、指紋も残るから手袋は必須だね。じゃあ、またドアがあって、右側ん、今までの道具がたくさんあるね。花瓶2って書いてある。1,2,3って順番があるのかな。レンガ、あ、それ待って、え、てかなんで真ん中にしかあれがねえんだよ、支えが。おかしいだろこれ。あ、まあお金持ちみたいな格好してます。やっぱりお金持ちの家なんだね。じゃあ2って書いてあるから順番があるってことなの。 6?2,6 なんだろう。あ、右側いけんじゃん、もっと右側。あー、なんかだった、8三角。めちゃめちゃ簡単だったわ。2,6,8ね。だから2,8,6か。2,8。そっか、さすがにもう一個右いけるとは思わなかったよ。これで OK？ 開けた。なんでかさ、家の中にこういうシステムがあるわけ。ママが子供をいじめて楽しんでるんじゃないこれ。で、またこれ。いや、またヘルメット来るんじゃないの、大丈夫なの。じゃ、やってみるか。さすがにさ、なんで被ってねえんだよ、お前は。一度頑張ったのに。念には念を入れろよ、お前は。やったぜ。レンガが最強武器じゃねえけ。次、今何ステージ目だろう。で、またいるね。今度右側？ん？またあるよ。ローション好きだね。お父さんが好きなのかな、ローション。これ渡して。渡せない。こっちは？うん、わざと下に降りてと。しかしこれだけじゃね、何も解決してないよ。他に何かアイテムがあるじゃない。あ、引き出し、下があった。下には何も入ってないよ。この中に入るとかじゃないのかな。ここにローション入れるとか、そんな感じ。とりあえずスタートにしてみる。これで手すり部分にぶつけて、いい感じ。じゃないね。階段か、そういうことか。これなら上に登ってきても大丈夫と。なるほど、じゃあ下の棚は何だったんだろう、あれ。他のステージで使うのかな。さあ、これで登ってきて、
そんな一箇所だけで大丈夫？二段飛ばしだったら。つるりん、ちょっと、あでももうちょっと上の方に塗ればよかったのに。そんな低かったら、ほら、こうなっちゃうよね。もうちょっと高めのところに塗ればいいんじゃない？ここら辺。そうそうそう。塗る場所も2箇所あったのか。なるほどね。そうだよね。半回ぐらいじゃね。でも2回ぐらいでもなかなか難しいんじゃないかな。それで挑戦することに意義があると。さあ、まずは、なぜ2回塗ること知ってるんですか？で、つるりん、ちょっと。わお。手すり掴んで、手すり、あ、あ、痛い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 、草津骨折やったぜ。頭からいったら死ぬわな。イェーイ、クリアと。素晴らしいな。ローションの使い方熟知してるな、マジで。俺よりも上手いんじゃない、使い方。で、窓は開けられないと。ボンドとレンガはどうするんだろう。レンガ渡して。ゲームしてるみたいだね。ボンド渡して。くっつけるってこと？くっつけた後ボコボコに殴るってこと、まさか。動きを止めてからオーダーする。怖すぎるわ、スタートで。いけるかな？でも靴履いてるから、靴脱がれたらもう終わりじゃない？で、ピチョリーン、ちょっとくっついてる。で、あ、倒れるんだ。で、その後に、殴んないんかい。なんでお前楽しそうにゲームしてんだよ、後ろで脅してんのに。じゃあ、あいつが倒れた場所に、レンガを置きっぱなしにすればいいのかな。で、これ塗るじゃんって倒れて、で、レンガに頭をぶつけるとか、そういうパターン。カチャリンチョ、新しいパターンのね、アイテムを取らないで、そのアイテムを利用すると。で、ボツリンチョ。前に倒れるって想定してたんだね、ちゃんと。まあそうだよね。進む方向に倒れるのは自然の摂理だもんね。次へと。また床下収納あるよ。で、本があって、めっちゃこっちの準備が終わるまで待ってくれてんじゃん、泥棒。めっちゃいいやつ。本どけたけど特に何かアイテムがゲットできるというわけではない。めっちゃガチガチに梱包されてる段ボールに。ハサミがなんでそっちに？磁石がついてる扉なんだよね、きっと。水が出る、火もつけられる、カーテンは閉められないと。これもなんか関係あんのかな？で、ハサミで？またバーベル。で、普通に開ければいいの？あ、いったー。でもこのままだと覆い隠すものがないね。このテーブルクロスを使えばいいんじゃないの？使えないと。ハサミで？また燃やすとかできないね。水を切る。カーテンを切る。あ、切れた切れた。で、これを布にかぶせて、よいしょと。あれ、かぶせらんない。濡らすのか。濡らせない、燃やせない。もう片方必要とかじゃないの？段ボールあって、ん？ん？ああ、二重にするってこと？普通の段ボールだと、あからさまに前回引っかかったやつが分かっちゃうから、色を隠すためカーテンってことか。いや、色隠してもな、前回のトラウマがあるから覚えてると思うけど。これで、二重の、スパリンチョ。やったぜ。ブラジルへ直行便。ゲームクリア、素晴らしいじゃんな。どんどん進化してるね。こっちも進化してんじゃん。なんか上にあるよ。25？ って書いてあるのかな。で、なんかテーブルクロスがあって、リモコン持ってるね。右側。あ、おもちゃがある。車、あ、右側で。あ、電池があるよ。で、これもどけられると。あ、電池がなかったら動かせないってことか。でも暗証番号もあるじゃん。なんでこれ二重になってんの？上にある数字を見るたびに、ラジコンで動かせばいいんじゃない？で、あ、ブイーンと。電池あんじゃん、普通に。あ、電池切れ。で、この状態で電池渡せない？ドラッグ&ドロップできない。先に電池を渡すのか、じゃあ。だね。で、充電してから、で、スタート。で、ウィーンと上がっていって、数字が見えるようになるんじゃない？ニコニコ！わー！懐かしい！ニコニコで、あ、ヒューと落ちていくと。天井高すぎね、この家。4階建てぐらいあるじゃん。吹き抜けになってるとかな。すげえな、リビングが4階の吹き抜けか。そりゃ金持ちの家だわ。で、ニコニコって入力すればいいのね。1,2,3,4,5、ニコニコ。ゴー！オッケー？ん？で、スタートか。あ、開けてる開けてる、何やってんだ。解いても開けなきゃ意味がないからね。またこれかよ。いやでもさすがに金的ガードしてんじゃない？ねえ、一度会ったことだし、とりあえず渡してみる？渡してと。形から入るタイプなんだね。さあこれで、エイム力は衰えていない？え、ゲッチュー！え、ポカリン、ちょっと。学習しないで、君は。金玉だけはガードしてこいよ、お前、マジで。頭と金玉だけはガードしてこい。次。お、またあるね。なんか左側に、階段の裏になんかあるね。バット！でもさすがにバットじゃ倒せないもんね、右側は。レンガ好きね。なんかたくさんあるよ。届かない。止めたね。棒で取るのかな。こっち側さすがに怖いよね。あ、取れるんだ。あ、取れるんだ。じゃあバットで取るのかな。この中は何も入ってないと。じゃあバットで上の部分を取る。よーく、危ないから気をつけてね。よいしょっと、ツンツンと。ほら、そうなるもんね。バッ
ットをこの中に入れるとか、ここに、お、あー、なんか下からスーッて出てきた、余り物やったぜこれでいいってこと。でもヘルメット持ってたら全てが台無しなんだけどな。2ステージ目はなんでこいつ神回避できたんだろうずっとヘルメットかぶってれば何回でも入り放題だったのにね。そっか、オッケーオッケー、レンガ最強だなこの武器で。さあ次は座布団がある、ステーキかな、これはナイフがねえんだけどフォークだけで食えってこと。あ、じゃあアップルパイだ、美味しそう。で座布団があって皿とかはゲットできない、右側は置き方に悪意があるんだけど、ちょっと触るだけで、まあ、あれちゃうよね、またママに怒られてしまうと。いや、これは泥棒がやったんだよって、泥棒のせいにすればいいんじゃないの。とめこ、じゃ、フォークと座布団と、これでどうすんだろうね。座布団？座布団を渡してもしょうがないし、そもそもアイテムが渡せない感じ？ペチャ、ペチャパイ、ペチャパイじゃないよ。ペチャパイじゃない。パイをペチャっとすんの？フォークはゲットできない。何か落とすことは多分合ってると思うけど。こういうことなんじゃない？で、触って、落とす。あ、タバスコが出たけど、タバスコをかけたパイを、ってことか。じゃあ、とりあえず一回やってみようか。多分アイテムを先に置かなきゃいけないんだろうね。で、ペチョリンチョ。美味しくいただきました。食べ物を粗末にすると、こういう天罰が待ってるんだぞ。アイテムを取らないパターンもあるからね。で、タバスコをゲットして、で、これかける。パチャパチャパチャ。パチャパチャパチャ。これで、アイテムゲットして、で、この塗りたぐったやつを渡せばいいんじゃない？ OK。タバスコ上から垂らした方がよくない？まあでも的はね、獲物は大きい方がいいからね。でかげでぶっちょっとなって、口に入ったの。むしろ目の方が痛くね。辛さ耐性が弱すぎる。暴れる君を見習ってくる。次。で、鍵がかかってるね、タンスに。な、誰がかけてんのこれタンス。お母さんがいじめてんの。で、お母さんのコートかなこれは。ハンガーとかはゲットできない、本があって。鍵があるね。ん？普通に開けていいの？開けて、あ、シルクハット。これあれじゃない？さっきのテレビに出てきてきたマフィアみたいな感じにすればいいってことなんじゃない？いや、ダボダボすぎるよ。これなんか足場、本じゃない？本で足場を作ると。これでいいの？いや、さすがにこの姿を見て逃げ出すってことはないと思うけど、スタートしてみる？スタートと。チラリン、ちょっと。ダメ？お、おう。あ、逃げるの？しかも家の中に逃げてんじゃねえかよ。外に逃げろよ、お前は。何も解決してないじゃん、お前。後で評価します、これは。室内を暴れ回ってるだけだよ、今。外に向かって走ってくれ、お願いだから。そうしないと安心できないじゃない。カレンダーがあるね。触れない、右側。何これ、ユーカリの木みたいな。何もない、絵画も触れない。これ、鍵がかかってるのに。あ、でららなんかゲットした。よくわかんないけど、ゲットした。で、開けて、スタンガン。護身用にってこと。ママがいつも持ち歩いてんのかな。いや、さすがに子供には危ないんじゃないかな。スタートしてみるよ。どうする？全身、ゴム製の服着てたら。で、バチャリン。あー、避けられちゃった。そうだよね。射程が短いもんな、子供のうちは。じゃあどうすんだ？足場を奪う何かが必要ってことか。鍵、触ってたからゲットしたってことか。鍵を開けて、スタンガンをどっかに先に使うんじゃない？あ、え？で、今までも最初から隠れてくれよ、お願いだから。真っ向をさ、立ち向かってたのに、今になって逃げ腰なの。で、これでスタートだ。で、向こうが物色して、炭素を上げて、不意を狙うってことか。今までも隠れてればね、やり過ごせたんじゃないか。で、ガチャリン、ちょっと、あ、後ろから、自ら開けるんだ。優秀すぎるわ、お前。勇気の塊じゃん、お前。クリアと。素晴らしいな。俺だったら怖くてずっと隠れてるわ、君ぐらいの年頃だったら。いや、今の年でもダメかもしれない。さあ、で、また棒持ってるね。棒回収して、いつもさっきの棒と違くない？なんか色が。で、花瓶は触れないと、右側は。ん？手編みの？あー、これで熱いものを触れるようになるってことなんじゃない？だから、先にこれを取るじゃん。ぴょんと。熱いものとか持つときにやるやつ。で、これ熱して、で、これで取るんじゃない？これで持って。あ、持ってない？持てない。あ、持てた、持てた、オッケー。で、これでやると。優秀すぎる。よくそんなステンレスの棒が家にあったね。いやー、ガチャリン、ちょっと。なるほどね。フライパン今まであったのに捨てちゃったの。泥棒が触ったのなんて、もう、使ってられないわってお母さんが捨てちゃったんだろうね。次へと。さあ、これで、段ボールまたあるよ。うん。今度は床下収納がないのに、バーベルがゲットできると。右側は？シャワー？なんで室内にこんなシャワー？カビだらけになるよ、部屋。で、シャワー浴びると、そこに隠れるの。え、これは？ここに開けてと。ガパリン、ちょっと。ここにも床下収納あんの？
で、これ今度色違うけど大丈夫なのかな。で、あれ戻っちゃった。おそらくここに移動させ、作詞作に溺れるとはまさにこのことだね。ダメだぞ。じゃあなんだろう、先にでもさ、移動開けて、でここに移動してもらうじゃん、ぴょんとして、その後にこれかぶせればいいのかな。なんであいつ戻ったんだよ入り口に、おかしいだろスタートで。いやでもさすがにね、もうだって1回引っかかってるし、2回目は色を変えてまでしたわけじゃん、さすがに劣化してるわけだから引っかかるわけないよね。引っかかるんかい。お約束すぎるんだよ流れが。なるほど、なんでシャワーのところに行ったんだろう。この家シャワーしかないんだけど、部屋に暖炉があって、ああ鍵があった。なんでこの子に隠したんだろう。で水とライターがあるね。ライターで火つければいいのかな。で鍵かかってる、ここを開ければいいのかな。よいしょと、タバスコ、火もつくね、水も出せる。他に右側行けない。タバス、火をつける、熱くなった。あ、でこれ蒸気ってこと、水分けとできないもんね。タバスコをなんか塩化させて気化させるとかってわけではない。ああそういうことか、部屋が暑いから水を飲むんだ泥棒が。で飲んだ水が辛かったみたいな、そんな感じなんだ。右側快適すぎない。これ違う部屋だろ、移動してるけど同じ部屋ってわけではなくて違う部屋に移動したってことなのか。じゃあリビングルームは今暑いんだね。スタートで、さあこれで暑い部屋だな。でも格好からして冬場なんでしょ、ちょうどいい適温なんじゃない。そして謎の赤い液体を飲むっていう勇気に感冒だ。すごい、普通水道まで行かない。出た俺、中からも外からも温められたね、ありがとうございます。うわすごい、雲の差ってる、大丈夫これ、現代アートってわけではないよね。上の出窓が、閉まらない。でこれ金か、なんで斜めに置いたんだろう。右側はタランチュラで、何もない、鍵あった鍵あった、タランチュラなんで触ろうとしてる、でかすぎね入れ物が。じゃあこれをどうにかして使うってことだよね。とりあえず鍵開けてみるか。金庫の中に何が入ってるんだ。鍵ゲットすると、で、え、ああゴム手袋、これで掴むってこと。大丈夫、ゲットできたと。ずっとつけたままがいいんじゃない。で蜘蛛の巣があるから、つつつつつつ、蜘蛛の糸、あ上からこれ入る前に撃退するってこと。進化してる、ああ逃げられちゃった。いや、クモが攻撃してくれるわけじゃないんだ。そうだよね。あいつは味方ってわけではないからね。じゃ、窓閉めなきゃいけないんでしょ？なんか棒みたいなのあったっけ？これ触って、これ取れない？アイテムとして。アイテムとしてはゲットできない。これを台座にして乗るかなと思ったけど、そういうわけではない。窓。窓どうやって閉めんだろう？これ。なんか長い棒みたいなのがあればいいんだろうけど、ここに隠すのかじゃん。で、閉めて、でか、鍵を差しっぱなしにするってことが。で、スタートってことが。でお宝があるで、しめしめって開けたところで支えると。いやその発想はなかったな。窓がね、いいデコイになってたんだね。いやこれは素晴らしい。で支えると、一家に一台タランチュラ、必須の時代が来そうだね。オッケー。で次ステージ、今何ステージ、お20ステージまでクリアしたってこと。この星がついてるのはあれか、ゲームオーバーが全部コンプリートしたってことだよね。エクストラステージか、エクストラステージを解放するの。あ、星をすべて集める必要があるんだって。じゃあこれちょっとやってみるか。4ステージ目から。お、あ、そういうこと？自ら手を入れて。おかしすぎるだろ、行動が。今までの知的な動きはどこ行ったの？これでコンプリートかな、全部。だね、全部星ついたから、エクストラいけるんじゃない？お、なんだこれ？ Wii U みたいな。スイッチかな？スイッチっぽいやつと、ゲームボーイアドバンスっぽいけれど。で、絵画のりに、3! 右側は、テレビがある、テレビつける？か！で、あと丸が必要と、丸ってなんだ、これやればいいのかな？やってれば丸が出てくる。おーい、時すでに遅し、下準備が足りなかった。お、ここにあった。1! で、丸三角四角だから、1、5、3でいいのかな？ 3 桁、1、5、3、OK! その中には何が入ってる？ま、10。でもスコープがないからダメだね。このスコープをどうにかしてどっかで見つけなきゃいけないんだけど、テレビが動かせたりとかしない。左側、この棚は特に何も、おー出てきた、やったぜ。で、これで銃で撃ってればいいのかな。で、スコープつけてと。これエクストラにももしかしたら出てくんのかな。一個空いてたしね。で、撃ってパコリン、ちょっと。いくらスコープついてるから。金玉への命中率がすごすぎない？弾が3つになっちゃった。オッケー。で、次、あ、次来たけど、あれまた違う、これエクストラなのかな。
で、ロープがあるね。今まで通りだと普通にロープを吊るしてやればいいような気もするけれど、どうなんだろう。なんか帽子とか被ってないけど大丈夫？これでカッパーン、あー、横までガッチリガード、ヘルメットと、ずっと被ってろそれお前ずっと被ってればお前は無敵だぞ。これじゃダメと。この下にはないもんね、ロープと。他に何か使うべき。ロープを燃やす、レンガを熱する、水につける、ロープを浸す。あ、あー、待って待って待って、水が湧いてきたよ。え、こんにちは食材さん、淡水でよく生きられましたねあなた塩水が大好きなんじゃないの。え、じゃあこれを渡せばいいのかな。渡し、あ、できたいや、さすがに。でも顔に張り付いたら窒息することもありえるしね。さとやってみる、味方してくれるかなこのタコくんは。よいしょっと。で、これ剥がすんだ。で、ポン、スポリンチョ、あ、スポリンチョじゃない一緒に来たよじゃあ全部使うのかな。先にタコ渡して、よいしょ。で、レンガ渡すのかな。渡せないロープは、ほら、これで UFO キャッチャーみたいな感じにするってことか。え、でもレンガ持ってないとさ、大丈夫なの。スタートで、で、ウィーン、テッ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 、ゲッチュー実際の UFO キャッチャーもこれぐらいの吸引力があればな。え、でこれ渡せばいいの。待ってくれてるんだけど、はてーはてーって言っていいのこれ渡して、はい。で、落とすと、あれ落ちないよ。ヒュー、すげえ待ってくれたやったぜー。お、最後までプレイしていただきありがとうございます。他にも脱出ゲームをリリースしてるので遊んでみてください。なるほどね、最後の方がやっぱり難しかったな。はい、というわけで泥棒をやっつけろ、見事すべてのステージをクリアすることができました。ありがとうございました。いや、結構ね、凝ったギミックが多くて、ちょっと考えないとできないステージが多くて、すごく楽しめました。皆さんもぜひこちらのアプリやってみてください。ホームアローンをこの後見たいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。